シュラマル。ねえねえ、シュウコさん、今度海外旅行に行くって聞いたんだけど本当かしら？みゆきさん、こんにちは。それどこから聞いたのかしら？うふふ、この間高級海鮮料理のお店でお食事していたでしょ。その時隣の個室でお食事していたのよ。で、旅行についていろいろ話し合ってるのが聞こえちゃったってわけ。そうだったのね。それで一つお願いがあるんだけど。お願い？ほら、シュウコさんって大きなビニールプール持ってるでしょ。海外みたいなサイズのやつ、あれ貸してほしいのよ。貸すのは別にいいけど。わあ、本当？じゃあお庭も貸してね。あと水道も。できれば家の鍵も貸してほしいんだけど、どう？はあ？あなた、脳にシワがないの？え？プールそのものを貸すのはまだいいと思っていたわ。他の方に貸すこともあるからね。でも家にいないのに庭を貸すことはできないし、何より家の鍵も貸してほしいなんて、そんなずうずうしい人には無理ね。ちょっと、だってうちはタワマン暮らしなのよ。庭なんてないんだってば。シュウコさんの家は広い庭があるんだから貸してくれたっていいじゃない。平等にするべきよ。こんなことで平等って言い出すなんてちょっとよくわからないわ。それにタワマン暮らしを選んだのはご自分でしょ。そんなにケチケチしないでよ。海外旅行の間、私が管理してあげてもいいって言ってるのよ。海外旅行といっても1ヶ月も行くわけじゃないし、そんなの必要ないわ。それに旅行中、我が家の庭を使う人がいるから、どの道無理ね。はあ？ちょっとそれどういうことよ。他の人には貸せるのに私には貸せないってこと？そんなのおかしいじゃないの。そいつを断って私に貸しなさいよ。何もおかしくないわ。関係性が変わればまた対応も変わって当然でしょ。あのさ、私は社長夫人なんだけど。今誰がそんな話してるの？あなた、頭大丈夫？あのね、うちの夫は地元でも大きな会社の社長なのよ。いろいろ権力持ってるんだから、私に意地悪すると損するわよ。あなた、みっともないわね。はあ？頑張ってご主人を支えている社長夫人ならわかるわ。でもあなた、普段旅行にエステに遊び放題しているでしょう。なのにこういう時だけ社長夫人だって言うのね。そんな人に権力が、なんて言われても何も響かないわ。それにあなたの発言が、ご主人の仕事に影響することもあるんだから、気をつけることね。何よ、シュウコさんってこんな人だったの？ママ友を差別するのね、ひどすぎる。ご自分の発言をもう一度よく考えてみるといいわ。あなたちょっとわがまますぎるのよ。うるさいわね。私の名前はシュウコ。家族を愛する主婦です。うちにはコストコで買った巨大なビニールプールがあるので、夏場になるとお友達を呼ぶことがあるの。仲良しのママ友には貸すこともあるわ。でもこういうのって持ちつ持たれつっていうのかしら。呼んだらみんなたくさん手土産を持ってきてくれるし、貸したら綺麗に洗ってお土産付きで返してくれるものよね。ここまで行ってくる人なんて当然いないのよ。表面上では上品な奥様という感じだったけど、正直本性が見えた感じね。まあ距離を置けばいいかと思っていたら、とんでもないことをやらかしてしまったの。やっほー、シュウコさん現地に到着した？言わないわ。まあ大体わかってるからいいのよ。だって昨日の夜は家に明かりついてなかったみたいだし。ということで、お宅のプール借りるから。海外旅行中のあんたは止められないでしょ。トドがいますよ。は？は、間違えたわ。立派なトド体型だから、つい。あんた何言ってんの？さて、遊ばせてもらいますか。でっかいプールってことは家の中じゃなくて倉庫あたりにあるんでしょ。そもそもどうやって敷地内に入るつもりなの？サンルーフのある車だからね。そこから塀に登ってやるわ。よいしょっと、ほら入れた。ようこそ。多分プールは倉庫にあるわよね。あんなでかいの家に入れないし。
家借りられないのは残念だけど、勝手口の施錠とか忘れてないかな。まあ最悪近くのコンビニでトイレ借りればいいし、あはは、楽しませてもらうわ。って、あら、どうしたの？に、庭に変な黒服の集団が。プ、ちょっと、人の家でおならしないでちょうだい。してないわよ。プールに、なんかトドみたいなのが浮いてる。ああ、それは。ちょっと待ってよ。なんでこんなすぐにパトカーが来たの？え？ちょっと待って、無理。こうして強引に我が家の塀を乗り越えたはいいものの、そこにいたのは怖い見た目のお兄さんたち、それとプールでプカプカ浮かぶぽっちゃり体型のおじさん。彼女が言っていた通り、うちは塀も高いし庭が広いのよね。背中にお絵かきをしている人たちも気にせず遊べるので、たまにこうやってうちに来るのよ。事情は伝えておいたので、侵入してきたところも録画していてくれたわ。こうして怖いお兄さんたちから警察へと引き渡されたみゆきさん。面白い光景よね。さあ、私は私で警察とお話ししたら、海外旅行をゆっくり楽しみましょう。申し訳ありませんでした。すみませんでした。ごめんなさい。許してください。はあ、あの日しゅうこさんの家にいたの絶対にヤバい人たちでしょ。あの人たちが圧力かけたんでしょ。全く意味がわからないから失礼するわ。ちょっと待ってよ。うちの夫が会社を経営してるの知ってるでしょ。あの後からどんどん契約が打ち切られていって倒産寸前なのよ。あのね、あなた普段から社長夫人だって言ってたでしょ。そうだけど、つまりあなたが何か悪いことをすれば会社にも影響があるということ。そんな、私と夫の会社はまた別じゃないの。別だけど別じゃないわ。何よりあなたはいつも夫の会社がとか言っていたじゃないの。都合のいい時だけ私は社長夫人、都合が悪くなると私は関係ない。そんなの通らないわ。そんなこと言われても、とにかくしゅうこさんが何かしたんでしょ。私は何もしてないわよ。あの後どういう事情だったのか警察に聞かれたので、それを話しただけ。でもね、あなたが警察に連れて行かれるところはご近所さんも見ていたわけでしょ。そりゃすぐに話も広がるでしょうが。でもうちの会社地元を支えていて。だから何って、そんなのひどすぎるでしょ。うちは地元に貢献してるのよ。でもみんな契約を切ってきてるんでしょ。正直ご主人の経営する会社は競合他社も多いし、正直なくなったからといって地域へのダメージはないわ。はあ、うちの社員たちが路頭に迷ったらどうするつもりよ、この白状者。そちらの業界は常に人手不足でしょ。他の会社が大喜びで受け入れるでしょうね。それに薄情者と言うけれど、この状況にしたのはあなたよね。まず自分が反省するべきなんじゃないの。そんな、うちの会社もう終わりだって。夫はもう倒産だって言ってるの。お願い、なんとかしてよ。はっきり言ってあなたのご主人にも責任があるわよね。あなたをそこまで放置してわがまま放題させておいたんだから、会社の名前を出す以上何かあったらそれが会社に影響するのは当然のこと。それを分かっていて放置したらご主人の責任だし、分かっていなくても責任よね。だって会社のトップなんだから。お願い助けて、何でもするわ。今何でもって言った？ええ、何でもするわ。あなたが希望することは何でもするから。例えば10年間毎日4時に起きて会社前の掃除をするというのはどうかしら。はあ、そんなのできるわけないでしょ。何でもって言ったじゃないの、嘘つき。いやだからといってそんなのできるわけないでしょ。私の母親は知っているわよ。え？飲食店を経営しているんだけどね、毎朝早く起きてお店の前だけじゃなく周りも掃除するのよ。もう何十年も同じことをしているわ。でも
こういうことをしている人、珍しくないわよ。いやでも、所詮あなたはその程度、一生でもでもだてちゃんをしているといいわ。お願いです。他の条件なら何でもしますから。あなた本当に脳にシワがないのね。一生さようなら。お願い見捨てないで。やだやだ。地域密着企業のわがまま社長夫人が警察沙汰に。今まで付き合いで取引していただけの会社も切るいいきっかけになったのでしょう。即倒産まで追い込まれました。もともと親の代からの付き合いだから、なあなあで取引を続けていたという会社が多かったみたい。こうして家族は夜逃げしたのですが、実は続きが。プールを借りようとしていた時、みゆきさんは不倫相手と一緒だったんですよね。夜逃げした後でそれがバレ、夜逃げ先からも追い出されるという結末に。その後のことはわかりませんが、周りには助けてくれる人なんていません。まあひどいことになっているでしょうね。その後お子さんは当園の優しいご夫婦に引き取られました。失業した社員も他の企業で働けることに。本当によかったわ。さてそろそろ暑いし、今週末は家族でプールを楽しむことにしましょう。スイカも出しちゃおうかしら。シュラマル。ねえシュウコさん、貧乏暇なしって言葉ご存知？スズネさんこんにちは。ええ知っているわ。まあシュウコさんはそれなりに裕福そうに見えるものね。まあホームパーティーへの参加を認めてあげてもよろしいわよ。ホームパーティーって今度かすみさんのお宅で開かれるパーティーのことかしら。そうよ。ほらかすみさんって有名な女社長でしょ。だから周りに気を使っていろいろな人を呼んでるみたいだけど、ちょっと貧乏なママ友たちも呼んでるみたいでね。ありえないわよね。別にホームパーティーに貧乏も裕福も関係ないでしょ。関係あるわよ。貧乏臭いのが映ったらどうするのよ。ああいう人たちって本当に臭いのよね。いやそんな匂いなんてないし、香りのことなら鈴音さんの方が注意するべきよ。はあ？ちょっと香水の香りがきつすぎるのよ。何プッシュもしているでしょう。それに柔軟剤も強いの使ってるわよね。私はオフランス製の香水を使ってるのよ。柔軟剤は今人気のビーズタイプのもの。1年経っても香りが落ちないのよ。香りに関しては人の好みもあるから強制はできないけど、さすがに飲食店に行くのにプシュプシュかけまくるのはやめた方がいいわよ。香りは苦手な人もいるし、強いと口外になるケースもあるでしょ。私は私が良ければ全ていいのよ。あなた脳にシワがないの？はあ？人のことをバカにする前にまずは自分のことを考えた方がいいわ。この高貴な香りがわからない凡人どもが悪いのよ。高貴というか汗と混じってなかなかな匂いよ。多分制汗剤みたいに脇にそのまま使ってるわよね。だから何よ。汗をかきやすいところに使うと香水の香りが大衆と混ざってしまうわ。私が臭いって言うの？この高貴な私が。ちょっとね。ちょっとあんた失礼じゃない？デリカシーってものがないの？あら、あなたさっき貧乏臭いって言ってたじゃない。人のことは言うのに自分のことはいいのね、おバカさん。誰がバカよ。あなたよ、あなた。シュウコさんって嫌な人だったのね。わかったわ、もうホームパーティーには呼んであげないから。そもそもあなたが開催するパーティーじゃないわ。なのにどうしてあなたが仕切っているのかしら。かすみさんに失礼だと思わないの？私はかすみさんと同じセレブだからいいのよ。あんたらと違って富裕層なんだから。そんなことでマウントを取ろうとするなんて愚かな人ね。もっと人間性を磨いたらどうなの？うるさい！人に意見したいならせめてもう少し語彙を増やしてちょうだい。何が言いたいのか全くわからないわ。それじゃ私これからそばとお茶に行くから。見てなさいよ。私の名前はシュウコ。家族を愛する平凡な主婦です。先日とあるママ友にホームパーティーに来ないかと誘っていただきました。化粧品会社を経営する
女社長さんでとても素敵な方。私は純粋に彼女が好きだったのでお誘いを受けたのだけれど、なんだかうるさいハエがブンブンと。まあ誰も気にしていなかったのだけれど、当日もうるさくてうるさくて全く困ってしまうわよね。ちょっと、あんたまさか今日ホームパーティーに行くつもりじゃないわよね。行くけど。底辺の女は社長のホームパーティーに来るな。富裕層の選ばれし民だけが参加できるの。そもそもあなた呼ばれてないわよ。え？一応かすみさんにはこういうことがあったと伝えたのだけど、かすみさん困惑していたわ。あなたを呼んでいないって。え？というか、かすみさんから LINE 届いているはずよね。連絡したって言ってたけど。え？嘘でしょ。私通知めっちゃ来てるから見落としてたのかも。本当だ、来てる。そもそも私を呼んでないってどういうこと？何か聞きたいことがあるなら、私じゃなくてかすみさんに直接聞いてちょうだい。だって最後にブロックするって書いてあるんだもの。ああ、スタンプもプレゼントできない。え、なんで？そもそもあなた呼ばれてないのよね。なのにどうして行こうとしたの？だってホームパーティーよ。うちはかすみさんと同じく富裕層なのよ。行くに決まってるじゃん。いや、誘われていない人は普通行かないでしょう。そんなのおかしい。だってしゅうこさんのところよりうちの方が金持ちでしょ。だから金持ちかどうかは基準じゃないのよ。あなたが開くホームパーティーでは年収を気にするのかもしれないわね。でもかすみさんは違う。ただそれだけのことなのにまだわからないのかしら。呆れるわ。脳なしつるつるまんじゅうさんなのね。どういう意味よ。ありえない。この私をバカにしやがって。ちょっと有名な女社長だからって調子に乗りすぎなのよ。ありえない、ありえない。いや、どう考えてもありえないのはあなたの頭の方よ。呼ばれてもいないホームパーティーを勝手に仕切ろうとするなんて、ちょっと痛々しいわね。うるさいわね。もしかしてあんたの差し金？うちの方が収入があるから嫉妬してるんでしょ。そもそもどうしてうちの収入が低いと思ってるの？だって見た感じそうでしょ。まあおバカさん、単純すぎて逆に可愛く見えてきちゃったわ。ちょっと怖い笑いしないでよ。あら、そろそろ時間だわ。それじゃあね。待って！ホームパーティーではかすみさんから謝罪されたのだけど、みんなそんなこと気にしないわ。だってかすみさんは何一つ悪くないのだもの。さて、パーティーだけどかすみさんの手料理が最高だったわ。本当に丁寧に下処理をしているのが分かって、かすみさんの人柄を感じるお料理ね。お土産までいただいて幸せな気持ち。そして何も言われていなかったのだけれど、全員が手土産を持ってきていたの。そういうところもなんだかすごく素敵なホームパーティーだったわ。え？鈴音さん？それがね、パーティーに乗り込もうとしたのだけど。シュッ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 。あのさ、私も詳しくないんだけど、黒でなんか長い車じゃないわよね。ないわね。かすみさんの毛、落ち着いたくすみ色のピンクカラーだもの。あの、かすみさんの家入ってすぐのところ、黒い車を蹴飛ばしたら、怖いお兄さんが出てきて、私ダッシュで逃げて公園の女子トイレにいるんだけど。家入ってすぐのところ、黒い車？なんか長い。ああ、それ、修羅組の車ね。修羅組？だって、なんでかすみさんの家に？え？そもそも、なんでその車を蹴ったの？今日はたくさん集まっているから、他にも車あったでしょ？だって私をハブるなんてことするから、かすみさんに痛い目見せてやろうと思って、絶対に一番高そうな車が、かすみさんのだと思ったのよ。だからかすみさんはお金持ちだけど、そういうこだわりのない人なんだって。悩んだけど、人生一度きりだから好きな色の車に乗りたかったらしいわよ。金持ちなら金持ちらしくしろよ。あなたも生活が苦しいならそれなりの生活をしたら。どういうことよ。
何よ、年収1000万あるんだから、すごいんだから。そうね、あなたのご主人はすごいと思うわ。でもだからといって他の人を見下していい理由になんてならないのよ。すごいならすごい、でも他の人もすごい、これでいいじゃないの。違う、うちだけがすごいの。夫婦で年収1000万稼いでいる人もいるわよ。別にあなたのところだけが特別ってわけじゃない。年収は低くても貯金を頑張っている人もいるしね。違う違う、いい加減にしなさい。シュウコさん、威張りたいならまず自分で何かをしてからにしなさいな。今のあなたが何を言ってもただ虫がブンブンとうるさいだけ。誰もあなたに対して向き合おうとしないのが現実よ。そんな、いい、なんか外からすごい音がする。え、バレたの？どうしよう、シュウコさん助けて。修羅組の車ってことはそこに関係者がいるんでしょ。あなたにはお仕置きが必要よ。地獄に落ちなさい。やだ、ごめんなさい。あの後、修羅組組長からこんな LINE が届いたわ。シュウコちゃん、せんべいとカニ、どっちが好きかな。それでせんべいだと答えたのだけど、どっちが良かったのかしら。まあ、鈴音さんは修理費を払うために、今頑張って働いているみたいね。まあ、年収が高くなると、手当がもらえなくなったり、各種控除の対象外になったりするじゃない。だから結構生活が厳しい人って多いのよね。そもそも手取り1000万というわけではないし、なのに豪華なマンション、派手な車、エステにランチにやりたい放題。だからなんとなく予想はついていたのだけど、貯金がほとんどなかったみたいね。それでハッピーシュラせんべいの工場に出稼ぎに行ったのだけど、数年後帰ってきた時はふんわりと素敵な女性になっていたわよ。自分をごまかす必要のない環境が彼女を変えたのね。よかったわ。シュラマル。ねえ、シュウコさん、どういうこと？今日オープンのケーキ屋、なんで一番前に並んでたの？あら、リリさん、こんにちは。なんでって、朝5時から並んでいたのよ。はあ？甘いものに目がない知人がいてね、何でも転んで怪我をしてしまったらしいから、元気づけてあげようと思って。私が一番じゃないと嫌なの？はあ？本当は私が一番先に並ぶ予定だったのに、行ったらもう列並んでるし、しかも一番先頭はシュウコさんだし、ありえない。あら、リリさんも並んでいたのね。じゃあ限定ケーキ買えたのかしら。並ばなかったわよ。あら、そうなの？だって先頭じゃないんだもの。そんなの気に食わないわよ。だから帰ったの。ああ、もう最悪の気分だわ。そんなに一番になりたいなら、もっと早く並べばよかったのよ。努力もしないで文句だけ言われても困るわ。寝坊しちゃったんだし仕方ないじゃない。そうね、それは自分が悪いわね。ああ、一番じゃないと意味がないのにな。なんだかすごく一番にこだわるのね。当たり前よ、私同年代のいとこが多いの。だから子供の頃から比べられて育ってきたわ。負けるのなんてありえないのよ。私はどんなことでも一番になる女なんだから。ケーキ屋に並ぶってだけでも一番になりたいのね。でもほら、アホーの一番にはなれるんじゃないの？なんですって？ん？どんなことでも一番になりたいんじゃないの？私は寝つきの良さ一番になりたいわね。ここ最近なかなか眠れなくて、眠いと思ってベッドに入っても寝れないのよ。あんた私のことバカにしてるんじゃないでしょうね。あら、やだ、どうしてそんなにヒゲするの？はぁ？え？さっきどんなことでも一番になりたいって言ってたわよね。自分で言ったことなのにバカにしてるんじゃないかって。あなた自分のことをバカだと思ってるの？そういうことじゃないわよ。じゃあ寝つきの良さではいとこさんに負けてもいいのかしら？それは嫌。玄関の掃除の綺麗さは？それも私が一番よ。体の柔らかさは？私。アホさ加減は？私。なるほど、そういうことね。もう何でもいいわよ。つまり私が一番ってことなんだから。はいはい、よかったわね。だから旅行はキャンセルするのよ。旅行？そうよ、シュウコさん箱根の高級旅館を予約したでしょ。この間旅行会社のカウンターで話していたのを聞いたわ。
そうね、あなたが一番ね。よかったわね。ちょっと、ちゃんと話聞いてるの？はぁ、何かしら。私たちも同時期に旅行に行くんだけど、高級旅館に泊まるのよ。でも修子さんが泊まる旅館の方が高級そうだから、私たちよりグレードの低い旅館にしなさい。リリさんが一番グレードの低いところを選べばいいんじゃないかしら。ほら、一番になりたいんでしょ。そういうこと言ってんじゃないわよ。あら、私一番頭がいいわけじゃないから、何言ってるのかわからないわ。ムカつく。私の名前は修子。家族を愛する心は世界で一番の主婦です。今度そんな愛する家族と旅行に行くことになったのだけど、何でも一番がいいと大騒ぎするリリさんに見つかってしまったわ。とにかく負けず嫌いで、結婚も妊娠も周りで一番だったらしいの。なんだかいとこさんたちにすごく敵対心があるみたいだけど、そんなのこちらには関係のない話。どこに泊まろうかなんて私たちの自由だわ。ということで、全く気にしていなかったのだけど、なんだか当日高級旅館に突撃したみたいなの。リリさん、あなた一体何をしているの？ここの高級旅館に泊まるのは私、一番は私なんだから。キャンセルしないならあんたらに便乗するわ。さようなら。え？ちょっとさようならって何よ。あなた、周りをよく見てみなさいよ。はあ？あれ、夫と娘がいない。そりゃそうでしょう。あなた旅館で大騒ぎしたんですって？私の名前を出して同じ予約だとか言って。なんであんたがそんなこと知ってるのよ。旅館の方からこういう女性が来ていますけどって連絡が来たのよ。あなた恥ずかしいことしている自覚ある？後に思い出したら恥ずかしくて倒れるレベルのことしてるわよ。何よ、うるさいわね。あんたがキャンセルしないのが悪いじゃない。今近くのコンビニでご主人と娘さんに会ったわ。あなたが大騒ぎしていて恥ずかしくてホテルを後にしたって。私が話してる間に逃げやがったの？あなたが何でもかんでも一番になりたいって大騒ぎするから家族で話し合いがあったんですってね。それで仲直りのための旅行だったんでしょ？せっかくの機会なのにこんなことをするなんて。うちの家庭のことなんだからあんたには関係ないじゃない。そうね、ごめんなさい。でも私たちの旅行に便乗しようとしたのはダメね。旅館側が断ったら私の妹だって大騒ぎしたんですって。私にはリリさんのような非常識な妹はいないわ。だって悔しいじゃないのよ。同年代のいとこさんがたくさんいて比べられたら嫌よね。私だってそんなことをされたら嫌だし、周りの人たちにも何かしら問題があると思うわ。でもそれこそその問題をママ友関係にまで持ち出してくるのは違うでしょ。だってあなた、それで幸せなの？一番になって本当に幸せ？この世の中、たくさんの人間がいるのよ。あなた以上の人なんていくらでもいるのに、目の前の順位だけに固執して、ちょっと考えなさいな。リリさんは簡単に便乗できると思っていたみたいだけど、高級旅館だもの、そんなことうまくはいかないわよね。それに、この旅館を経営しているのは知り合いなの。だから私の妹だなんて嘘をついても意味ないわ。今回は泣きながら走って逃げていったので、大ごとにはならなかったけど、最悪詐欺とか大騒ぎし続けていたら、営業妨害とかで警察沙汰になった可能性だってあったでしょう。そうなったら家族はどうなるのかしらね。結婚して子供がいるのよ。リリさんにはちゃんと家族がいるのに。修子さん、この間は申し訳ありませんでした。離婚したんだって？うん、私だけじゃなくていとこたちも離婚するって。離婚のスピードは競わないの？競わないけど、私が一番だった。それ、リリさんは嬉しいの？嬉しくなんかない。いや、寂しい。でも、自分が悪いから。それに、あれだけ幸せそうに見えてたいとこたちも、みんな離婚だし。私、
リリさんのいとこさん一人知ってたのよ。え、そうなの？リリさんと一緒で一番にこだわる人だったから似てるとは思ってたんだけど、でもいつも一番一番って言ってて幸せそうには見えないわね。離婚してすごく怖くなりました。何のために一番になりたかったのか本当にわからなくて、わからないことのためにあれだけ執着してたんだって思ったら。失って大切なものに気づいたのね。失って、そうですね。旦那はいつも周りのことなんて気にしなくていいって言ってくれてたのに、何度も喧嘩して離婚話になって、それでも仲直りできたのに、最後の最後で夫を裏切っちゃったんだ。あの、ちょっと気になっていたのだけど、リリさんのご両親はいとこ同士の争いを知ってるの？知ってるというか、うちの母がおばたちを敵対視してるというか、母親も同じような感じなの。じゃあリリさんの娘さんもそうなった可能性があったのね。あ、そっか。うん、確かに娘は私から見ると重鉄に当たるのかな。その子たちとは仲がいいんだけど、親同士がギスギスしてるからなかなか遊べなくて。リリさんの子供の頃はどうだったのかしら。いとこさんたちとずっと仲が悪かったの？うん、一緒に遊んでた。そうだよね。私が知ってるリリさんのいとこさんも子供の頃は楽しかったって言ってたよ。みんなで冒険ごっこして怒られたって。冒険ごっこ、そうだ、懐かしい。あの頃いとこたちと仲良くするなって言われて嫌だったっけ。私そんな母親と同じ親になってたんだね。本当に最悪だ。これからどうするの？地元には戻らない。でも養育費とかもあるから働かなくちゃ。今はとりあえずシェアハウスに一時入居したんだけど、住み込みの仕事探す予定なの。私の知り合いが住み込みで働いてくれる人を探してるんだけど、どうかしら。え、いいの？もちろん、やる気があるならの話だけど。うん、私頑張る。じゃあ紹介するわ。その後、白組、いいえ、修羅工業の事務所へ、ニコニコしながら限定ケーキを食べている組長に事情を説明すると、組長は手を叩いて大喜び。というのも、最近ハッピー修羅せんべいが売れすぎて、人手が足りなかったらしいの。リリさんは負けず嫌いの性格もあって、熱心に仕事に取り組んでいます。それにね、同じように離婚して、行き場のなくなったいとこさんも来てね。長年のわだかまりも、ハッピー修羅せんべいのように溶けているみたい。あのせんべい、シュワッと溶けるような軽い食感なのよね。ちなみにリリさんの親世代も、まあ小競り合いはありつつも、少しずつ打ち解けていっているみたい。まあ脅迫的なものもあったんでしょうね。だからこそご主人もリリさんに理解を示し、最後の最後までそばにいたわけだし、離婚した今も娘さんのこともあるので連絡は取り合っているみたいよ。一度壊れたことで少しでもいい方向に進むといいわね。さて、私もおやつの時間にしましょう。ショートケーキと一緒にふんわり軽い修羅せんべい、これが案外合うのよ。修羅丸。しゅうこさん、やっほー。今日が北海道旅行当日っていうのは知ってるよ。空港にうちの子置いてきたから便乗させてね。ポーチの中に3000円入れておいたからなんとかして。もう札幌にいるけど。え？あなたいきなり何言ってるの？アフォーなの？脳にシワがないのかしら。シワなしツルツルまんじゅうね。ちょっとそっちこそいきなり失礼なこと言わないでよ。え？だって今日札幌に行くって言ってたじゃない。北海道には昨日到着して函館を楽しんだわ。そして今朝になって札幌を移動したのだけれど、そんなことはどうでもいいの。子供を置き去りにしたって空港に？はぁ、はぁ、ゴミね、ゴミ。だってしゅうこさんが飛行機で旅行に行くって言ってたから。どうして私のせいみたいな言い方をするのかしら。最低だわ。お子さんって小学生のお子さんよね。早く迎えに行ってあげなさいよ。きっと怖い思いをしているわ。そんなこと言われても無理なんだって。子供を迎えに行けない、そんな理由あるものですか。あんたにはわからないわよ。そんなものわかりたくもないわ。だってあなた専業主婦じゃないの。
お仕事で絶対に外せない会議があるとかそういうことでもないし、何よりあなた、空港に置き去りって何をしているか分かっているの？私だって仕事してんのよ！副業とかいろいろあるでしょ？それは、お子さんを空港に置き去りにしてまでやることなの？だから、修子さんが先に言ってたのが悪いんでしょ？呆れた。あなたは人間のクズね。いいえ、人間ではないわ。人もどき。いや、人とつけるのもおかしいレベルのゴミよ、ゴミ。ゴミクズ。ひどい。とにかく、あなた今どこにいるの？早く迎えに来なさいよ。もう空港出ちゃったってば。あのね、空港にはいろいろな人がいるのよ。もし自分の子供が連れ去られてしまったらどうするの？あなた、そんなことも考えられないの？シワどころか脳そのものがないレベルだわ。だから、今日は大きな仕事があるんだってば。そんなのは言い訳にはならないわよ。旦那さんはどうしているの？旦那も同じ仕事してる。呆れた。あなたたち、ゴミクズ夫婦ね。じゃあ、迎えに行く気はないってことなの？うるさいな。自分たちが勝手に北海道に行くのが悪いんでしょ？うちの子供だってもう小学生なんだからなんとかなるでしょ？もういいよ。しばらく空港で待たせておくから。ああ、マジでつっかえね。本当に最悪なんだけど。あなた、本当に頭大丈夫？おかしいわよ。うるさいんだよ。こんにちは。私の名前はシュウコ。愛する家族たちと生活している専業主婦です。今日は夫と娘と義母、そして私で北海道旅行に来ています。でもこんなアホな連絡が来てびっくりよ。とりあえず、このゴミクズアホとやりとりをしながら警察に通報。そしてもしかしたら空港に誰かいるかも、と思い、知り合いにも連絡。本当にこんなこと絶対に許されないわ。のりこさんは以前からちょっと面倒なところがあるママさんだったの。人のことを妬んだり、悪口を言ったり。それでもこんなことをするような人じゃなかったのに。こんなことを言ってももう遅いわ。子供が空港に置き去りにされてしまった。その事実は変わらないのだから。ちょっと、しゅうこさんどういうことよ？あんたが通報したのね。はい。しらばっくれないで。子供のことよ。今警察から連絡があったの。今すぐ迎えに来いって本当にありえない。警察なんて一番ダメに決まってるじゃない。どうして？どうしてもよ。ああどうしよう。子供を迎えに行かないと。てか保護してくれてるならそのまま預かってくれればいいのにさ。私だって夕方には仕事終わるんだから。ありえない。そんなことをしたら逮捕されるかもね。逮捕？なんで？私のやってることはバレないはずよ。絶対に逮捕なんかされないんだから。とにかく迎えに行くから。もう少ししたら行くから。今日が初出勤なんだから。数分後。シューコちゃん見つけた。 ATM。 ATM のところで見つけたのね。うん。なるほど。あんなに警察を嫌がるんだもの。おかしいと思ったわ。今までは警察を嫌がるような人には見えなかったし、以前近くをパトカーが通り過ぎた時も平然としていたの。そんな人が警察を嫌がる理由、それはただ一つね。警察？別に今回は組長が逮捕されるわけじゃないわ。あの人、逮捕。やっぱり、組長もそう思う？そうよね。私もそう思うわ。でも、子供を置き去りにして悪いことをする女だもの。初犯だから吐いたとしても少しだけ。そんなの生ぬるいと思わない？マグロ、カニ、カツオ、山菜鳥。そうね。せっかくだから今時のお仕置きがいいんじゃないかしら。エコ、いいわ。ちゃんとその体に分からせてあげましょう。やっぱりね、おかしいと思ったわ。お子さんは無事に警察に保護されたということだったので、こちらはのりこさんを探してもらったの。ATM で汗だらだらになりながら捜査をしていたらしいわ。その後、修羅組の組長、じゃなかった、修羅工業の社長に頼んでね、徹底的にのりこさんの界隈を調べてもらったの。こういうの、人海戦術っていうのかしら。みんなとってもいい子に調べてくれたのよ。可愛い子たちね。でも、のりこさんは絶対に許さないわ。
この人は振り込み詐欺の受け子というのかしらね。お金を下ろす役目だったのよ。詐欺に関わったとして夫婦揃って逮捕されたわ。でも初犯だし、末端中の末端。おまけにいろいろ事情を話したらしくてね、結局許せないくらいに軽い裁きだったのよ。こんなの許せないわよね。シュウコさん、シュウコさんお願いします、助けてください。あら、あなたゴミクズアホじゃない。そんな言い方しなくても。振り込み詐欺ってあなたとっても卑劣な犯罪に加担していたのよ。言葉で表現するのがもったいないくらいマイナスな存在だわ。ありえない、この世から存在ごとなくなってほしいわよ。私だってやりたくてやったわけじゃないわ。もう借金が増えて増えて、毎月の収入より支払いが上回っちゃったんだから。自業自得ね。はあ、借金の理由にだっていろいろあるでしょうが。そうね、中には介護のためにと借金をする人もいるわ。でもあなたはダメだって。そこまで借金を増やす前に何か違う行動ができたはずよ。もう今更遅いわよ。警察でいろいろ話しちゃったから上の人たちに狙われてるの。子供だっていなくなったし、どうしたらいいのよ。もうあなたができることはないわ。お子さんはいい家庭に引き取ってもらえたんでしょ。どうせ養育費だってまともに払えないんだから、あとは何もできないでしょ。でもそれでも私たちは生きていかなきゃいけないの。そうね、なら仕事を紹介してあげてもいいわよ。そういう組織の人間もそこなら手を出せないかもしれないから。本当に今すぐやるわ。そう、じゃあ話しておくけど、きっと相当厳しいわよ。命があるだけマシ、何でもやる、何だってやる。後悔しないでちょうだいね。1ヶ月後。助けて、日本に帰りたい。どうかしら、そちらの国は相当暑いんでしょうね。いいわね、日本は寒くなってきたのよ。今日こたつ出しちゃった。そんな色っぽい報告はいらないわよ。こんなところに連れて来られるなんて思ってなかった。てか、ここどこの国なの？それすらもわからないんだけど。あなたたちはそんなこと知らなくてもいいのよ。そこで一生ゴミをリサイクルするお仕事をすればいいんだから。稼いだお金のうち半分は借金の返済へ、半分は養育費へ、自動的に送金してもらえるなんて、とっても便利ね。やだ、もう帰りたい。ここは不衛生なの、病気になるわ。大丈夫よ。何が大丈夫なの？あなたが病気になったところで私は大丈夫。シュウコさんが大丈夫かどうかなんてそんなことどうでもいいのよ。お願い、日本に帰らせて。そんなこと言って日本に帰ってきたら大変よ。あなた末端中の末端とはいえ、少しでも犯罪組織のことを話したんだから、命がなくなっちゃうんじゃないかしら。そんな、あの人たちは逮捕されたんじゃないの？それでも末端でしょ？あの組織の上は、まずなかなか出てこないと思うわ。そんな、でも、私日本に帰りたいんです。あの、私たちをこの国に連れてきた海坊主みたいな人は？とっくに日本に帰ってきて、もう仕事してるわよ。そんな、じゃあ、私たちは一生このままなの？ずっとこのゴミの中で生活していくの？ゴミが自らリサイクル。いや、あなたはリサイクルできないもの。ゴミ以下ね。お願い何でもするから。あのね、あなたは何でもするって言うからその仕事を紹介したのよ。ほら、何でもしなさいよ。もう許して。その後、スマホの契約も切れちゃったのでしょう。連絡も来なくなったわ。相当大変な思いをしているみたいだけど、それだけのことをしたのよ。長年一生懸命に働いて、必死に老後や家族のために貯めたお金、その大切なお金を奪おうとしたんだもの。今回は失敗したけどね。そういう人にはこんな現実がお似合いだわ。さて、今回は久しぶりの登場ね。私のことを覚えてる人いるかしら。よかったら再生リストもあるみたいだから、気が向いたら見てちょうだいね。待っているわ。最後まで見ていただいてありがとうございました。
チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。